今回はスパーク製の43分の1サイズ限定ミニカー、2023年 F1 日本グランプリ鈴鹿サーキット限定販売、鈴鹿サーキットオリジナルパッケージ、2023年開幕戦バーレーングランプリ仕様のミニカーの紹介です。近年 F1 日本グランプリの開催に合わせて販売される限定ミニカーは金曜日のゲートオープンから販売されていたことにより、多くの人が来るレースウィークの土日を待たずして、フリー走行の金曜日には売り切れるため、ミニカーを購入するためには金曜日の早朝から来ないと購入することができない買い物でした。しかし、2023年からは販売方法がこれまでとは異なり、予約して購入するか、当日現地にて購入するかを選べるようになりました。今まで通りの当日販売の場合、金曜日に全ての在庫を一気に発売するのではなく、木曜日から日曜日までの4日間で販売数を分けて発売、1日の販売台数は30台から200台の台数制限です。正直こちらだと確実に購入するためには現地に早めに行って並ぶ必要があったり、ミニカー購入のために大変な思いをするのと、最悪の場合は購入できないリスクもあります。予約販売の方は9月13日水曜日10時00分から鈴鹿サーキット公式オンラインショップモビリティステーション内の F1 日本グランプリ限定ミニカーの販売ページからミニカーの引き換え券を購入。この時点ではまだお金は出費していないです。ミニカーの引き換えは引き換え日を選ぶ必要があり、9月21日木曜日、9月22日金曜日、9月23日土曜日、9月24日日曜日、それぞれ引き換え日を選ぶことができるので、今まで日曜日のみの観戦でミニカーの購入を諦めていた方も、事前に引き換え券を入手していれば購入が可能ですが、各販売日に対して振り分けられた限定数がなくなると購入できません。引き換え券はモビリティステーションで0円で購入した後、ファミリーマートでミニカーの代金を現金で支払う必要があります。支払いは現金払いのみです。私個人的にですが、コンビニで5万2000円支払ったのは今までで初めての経験だったかもしれません。コンビニの買い物で収入印紙を貼られたのは多分初めてで、このレシートの裏に収入印紙が貼られています。ファミリーマートで発券された引き換えのチケットを指定した引き換え日に鈴鹿サーキットパーク内のミニカー交換特設店舗にて引き換える手順です。今までに比べてミニカー争奪戦のために金曜日の早朝に来る必要はなくなり、時間を有効に使うことができるようになりました。私はミニカーの引き換えを帰りに行ったことで、例年までのようにミニカーの状態を気にして一度車まで戻ったり、車までミニカーを置きに戻る時間がなかった場合に、購入したミニカーへのダメージを気にする必要がなくなったのは個人的に大きなメリットだと思います。メリットがない当日販売に関しては、予約を忘れていたり事前予約の情報を知らない人への救済と思えば、当日販売分もコレクターには保険と考えられます。販売方法に関しては満足する進化ですが、価格に関しては据え置きではなく値上がり傾向は続いていて、2019年の日本グランプリ限定販売レッドブル RB15 とトロロッソ STR13 の各9000円、2022年の日本グランプリ限定販売レッドブル RB18 とアルファタウリ AT03 の各10000円、そこから一気に3割値上がりで、2023年の限定ミニカーは各1万3000円にまでなっています。原価高騰なのは理解できますが、価格の安さがスパークの魅力だったので複雑です。限定数はわかりませんが、
鈴鹿サーキット公式サイト内、2023年 F1 日本グランプリグッズの紹介ページで、当日販売分と予約販売分、確実約30台から200台程度と記載されています。販売が4日間なので、1種類のミニカーで、その情報からだと多くて各2000個程度かと思いますが、2023年 F1 日本グランプリ限定販売のミニカーの引き換え券は予約で即完売にならず、当日販売もミニカーによっては売れ残ってました。レッドブルの限定ミニカーから紹介していきます。マックス・フェルスタッペンのミニカーは、オラクル・レッドブルレーシング RBHQ、 カーナンバー1、ウィナー、ガルフェア・バーレイングランプリ2023、品番 SCS235、 税込み13,000円。題材の記載は、オラクル・レッドブルレーシングRBHQ、 カーナンバー1、マックス・フェルスタッペン、ウィナー、ガルフェア・バーレイングランプリ2023。ミニカーには、レースの後半に使用されたハードタイヤ。セルジオ・ペレスのミニカーは、オラクル・レッドブルレーシング RBHQ、 カーナンバー11、2位、ガルフェア・バーレイングランプリ2023、品番SCS236、 税込み13,000円。題材の記載は、オラクル・レッドブルレーシング RBHQ、 カーナンバー11、セルジオ・ペレス、ウィナー、ガルフェア・バーレイングランプリ2023、 2位、ガルフェア・バーレイングランプリ2023。ミニカーにはレースの後半に使用されたハードタイヤ。スリーブのデザインは、赤系の色と黒をベースにしたカーボン調。箱の手前には、バーレイングランプリ2023の文字。箱の上面には、鈴鹿サーキットのロゴ。箱の裏面側には、スパークのロゴと鈴鹿サーキットのロゴ。レッドブルの2台の箱の裏には、鈴鹿サーキットのロゴ、レッドブルのロゴ、ホンダのライセンスが入っています。壁紙は各選手の名前とカーナンバー。右上にはホンダのロゴ、その下に HRC のロゴ。壁紙のデザインとスリーブのデザインは完全に別物です。開幕戦バーレイングランプリでのレッドブルは、予選ではフェルスタッペンが1位、ペレスも予選で2位になり、予選はワンツーでスタート。レースでは2位スタートのペレスがルクレールに押し出され、1周目に3位に落ちましたが、フェルスタッペンは独走。ペレスも13周目に2位に戻り、ピットのタイミングもありましたが、26周目以降は完全にレッドブルの2台はワンツーを維持してレースを掌握。そのまま開幕戦をレッドブルのワンツー、フェルスタッペンの優勝、ペレスの2位で、2022年から引き続き、2023年もレッドブルの強さを印象つけるレースでした。スクーデリア・アルファ・タウリのミニカーを紹介します。角田裕毅のミニカーは、スクーデリア・アルファ・タウリ AT04、 カーナンバー22、角田裕毅、ガルフェア・バーレイングランプリ2023、品番 SCS237、 税込み13,000円。題材の記載は、スクーデリア・アルファ・タウリ AT04、 カーナンバー22、角田裕毅、ガルフェア・バーレイングランプリ2023。ミニカーにはレースの後半に使用されたソフトタイヤ。ニック・デ・フリースのミニカーは、スクーデリア・アルファ・タウリAT04、 カーナンバー21、ニック・デ・フリース、ガルフェア・バーレイングランプリ2023、品番 SCS238、 税込み13,000円。題材の記載は、スクーデリア・アルファ・タウリ AT04、 カーナンバー21、ニック・デ・フリース、
ガルフエアバーライングランプリ2023。ミニカーにはレースの後半に使用されたハードタイヤ、スリーブのデザインはレッドブルと同様で、赤系の色と黒をベースにしたカーボン調。箱の手前にはバーレーングランプリ2023の文字。箱の上面には鈴鹿サーキットのロゴ。箱の裏面側にはスパークのロゴと鈴鹿サーキットのロゴ。アルファタオリの2台の箱の裏には鈴鹿サーキットのロゴ、アルファタオリのロゴ、ホンダのライセンスが入っています。壁紙は各選手の名前とカーナンバー。右上にはホンダのロゴ、その下に HRC のロゴ。開幕戦バーレーングランプリのアルファタオリはフリー走行2回目で角田18位、デフリース19位とフリーから苦戦。予選では角田が14位、デフリースが19位で、角田が Q2 へ進出したものの新品ソフトを温存で14位。レースで角田は予選で温存したソフトが良い方向に働き、角田はトラクションのかからないマシンながらも11位、デフリースは14位で開幕戦を終えています。今回の限定ミニカーの事前予約ですが、私は予約開始の当日10時ジャストに即購入。サイトが混んでいないか、回線がつながるかなど心配しながらも無事に購入できて安心していましたが、その日の夜になっても引き換え券は全種類が入手可能な状況で、結局日本グランプリ前までに予約ページで角田選手の AT04 以外は売り切れることはなかったです。当日販売でも私が見ていた限りフェルスタッペン選手と角田選手は売り切れてましたが、当日販売の行列も今までのような長い列ではなく、朝行けば購入できたと思います。近年の限定ミニカーは鈴鹿サーキット限定モデルといっても再販ばかりで、普通に公式のオンラインショップや鈴鹿サーキット内の店舗などでずっと残って困っているような、プレミアもつかずに余って残るモデルもあるので、購買意欲をかきたてられるようなモデルや鈴鹿サーキット限定ならではのスリーブ壁紙デザインを期待したいです。過去にも鈴鹿サーキットで2007年3月に行われたモータースポーツ感謝デーでのホンダ RA106 の43分の1サイズミニカーの販売方法が事前のネット予約で、当時から現地引き換えをしていたのに、この2007年から2023年までの間にどうしてこのやり方が定着しなかったのかわかりませんが、今後のイベント限定販売のミニカーも今回同様のウェブ予約引き換え券での方法にしてほしいです。いつもチャンネル登録高評価ありがとうございます。今後もこのチャンネルではホンダのレース車両に関する紹介解説をしたり、私がコレクションしているホンダのカタログ類やレアモノアイテム、レアモノミニカーの紹介などホンダに関する動画をアップしていきます。今後も動画制作を応援していただけるなら、引き続きチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。